純正のデフで低助演旋回の練習をさせてもらったんですが、タイヤが片方しか空転していなかったので、エンジンの回転が一気に上がってしまってうまくいかなかったんですね。次に機械式 LSD を入れてやったんですけれども、なんかパワー感が出たような感じがしてとても良かったです。純正のデフで、パイロンのスラロームをしたんですけれども、うまく走れているんじゃないかなという気がしました。その後機械式 LSD を入れて驚いたんですけれども、車がぐっと後ろから押し出されるような感覚がしたので、なんだか速くなったような気がしてしまいました。純正のデフで、ワンコーナーをドリフトしてみたんですけれども、急にスピンしそうになったり、ラインが小さくなったりしてしまうんですね。で、機械式の LSD を入れてからはアクセルをたくさん踏んでも進行方向にグイグイ押されるような感じがするので、すごく自分と車が近くなったような気がしました。まずノーマルデフですと、例えばコーナーに入るときですね、こう遠心力で車ロールってこう傾きますよね。その時に内側のタイヤにすごく力が全部逃げてしまうんですけども、それが LSD がついていることによって左右のタイヤに均等に力が加わるっていうことで車を前に出ると。ハンドルを曲げるときに、すごく挙動の変化、車が安定しないっていうのがノーマルデフです。そこで機械式 LSD をつけると安定してコーナーに入っていけるのと、そこからアクセルを踏んで立ち上がるっていう場面でアクセルに対してすごく、コントロールがしやすく立ち上がることができます。結果タイムが上がる、イコール早くコーナーリングを走るっていうことができるんじゃないかな。ゼロ発進では、ノーマルデフでは片輪スピンしてしまうので前に出す力が少ないんですけども、機械式 LSD をつけるとドンという加速とともに前に出て、車速の乗りもすごく良くなります。 LSD 機械式ディスクっていうものがいっぱい入ってて、それで摩擦によって効きが出ますので、オイルはその早めに交換で、目安というのはですね、まずエンジンオイル2回に1回ぐらいリアデフであれば交換していただければいいかなというふうに思ってます。あとはこういうサーキットですね、走られる場合ですと、走る前には必ず交換していただいた方が、長持ちもしますし車も壊れずに済むと思います。スポーツ走行とか、走る方であれば LSD っていうのは必需品ですよね。